ハロー YouTube、 今日はピコピコセレブ教室へ行くの巻です。12月某日、私は大阪にいました。大阪市内某所へ向かうピコピコです。はい、着きました。こちらです。キラキラが可愛いですね。そしてこのテーブルコーディネート、素敵じゃないですか。メリークリスマスって書いてます。ちょっと今日はギリギリでドキドキしましたが、間に合ってよかったです。わー、素敵ですね。今日はクリスマス料理の回です。眺めもよくって、はい、テーマはジョイということで、コロナ禍でも楽しもうということです。素敵ですね。デザイナーズマンションなんで窓も大きいです。はい、デザートのファーブルトンです。そうこうしていくうちにお食事が始まりました。で、料理は見てるだけなんです。リンゴとクリームチーズディップというこの手前のが美味しかったです。次がタイとパイのオーブン焼き、そしてこれが今日のメイン料理、カスレですね。煮込み料理でとっても美味しかったです。そのカスレというのがですね、白いんげんの入った料理ということです。そしてこちらデザート、ブルターヌ地方のお菓子ファーブルトンです。紅茶も香りが高くて美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、帰ります。一気に現実世界ですね。地下鉄久しぶりに乗りますね。大阪の地下鉄ほんと久しぶりですね。そして帰りはデパ地下徘徊します。こちら阪神百貨店ですね。いろいろあって迷いますね。はい、この日はレタス2玉108円でした。安いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタンお願いいたします。